お、あ、お、あ、ゆうすけ、あつし、お、お、あつし、あつし、ゆうすけ久しぶりだよ。久しぶり。うわ、すげえでっかくなってる。なんか、お、そっちも、お、大きくなってるし、なんか体も大きくなってる。お、今ね、柔道やってっから俺。そうなんだ。お、前って何年か前だっけ。あれ何年、俺だって小1だったから。入った時のばっかだ、うん、そうだよ。わ、ゆうすけ今何、中学生。中学生。うわーすげー。でもなんか同じぐらい、でかいな。おお、結構でかくなった。今日さ、うん、俺もうさ、ばあちゃんからお年玉もらったもらった。俺も、もうもらった。早え早え。ちょっと、おお、うわすっげえ。うわ、いくら。俺やべえ、3万。ちょっとやべえ、これ3万、3万入ってた。すげえ。あつしちゃん、おお、やったー、すげえ、やったー、3万入ってた。めっちゃ嬉しい。ちょっと待って。どうしたら。3000円。お、3000円。これ名前間違ってない。ちょっと笑っちゃった、ごめん。ちょっと待って。俺さ、あつしちゃん、あつしちゃんへって書いてる。うん、ゆうすけ。やべえ、俺3万入ってた。ちょ、なんか間違いじゃね。中学生。お、俺小6。小6でしょ、うん、3万と3000円ってなんでだ。なんでだ。なんか俺の方が柔道とかやってて、あの、すげえ頑張ってるから、ばあちゃんなんか。なんでだよ。ちょっと待って、いろいろ加味して評価してくれたのかもしれない。言ってきたけど、なんか間違いかもしれない、うん、ばあちゃん間違ったのかもしれない。そうかな。いや、そんな感じはしなかった。だってあつしちゃんすげえ頑張ってるね、お手伝いも頑張ってるね、すごいね、勉強も頑張ってるねって言って3万円だった。じゃあちょっと確認してくるわ。うん、うん、絶対間違いだよそれ。なんで俺3000円、3万って。やべ え、もう一個もらえた。ちょっと待って、見せて。あつしちゃんへって書いてある。あつしちゃんへって書いてある。すげえ、もらえた。うお、ちょっと待って、おばあちゃん。おお、やべえ、3万、また3万入ってた俺。6万円。6万円入ってた俺。くれなかった。え、くれなかったもう。そうなの。うわ、かわいそう。おかしいよ。え、なんかばあちゃんに、うん、なんか、ひいきされてんじゃない。わかんねえ。なんかいろいろ評価してもらえたのかも。なんか柔道大会出たし、だって、ま、毎日練習行って休んでる。おかしいよ、いとこ同士で別になんか、うん、あ、ごめん、なんかそういう、うん、ひいきっていうかされてるの、うん、なんか、あの、靴も洗ってるし俺、あのランドセルとかピカピカにして、うん、勉強も頑張ってるから。おかしいよ、絶対おかしいよ。査定が結構上がった。小6で6万って小6で6万小6で6万だから、次もしかしたら本当に中1になったら、そ、ま、うん、3万だから、あ、じゃあ俺ちょっと、あの、中1になったらいくらもらえるのか聞いてくる。ちょっと待ってる。絶対呼べ呼べ呼べ。おお、中1になった時の分もうあげ、あつしちゃん、なんで333333の3、9万円、9万円、3000。すげえ、ばあちゃんすげえ。もうばあちゃんとこ行くな。やめろ、ばあちゃんとこもう行かせないぞ。中2になったらいくらになるのか聞きに来て。ばあちゃんおかしいよ。いやいや、だって多分ボケてんじゃないから、ばあちゃん頑張ってる、自分のこと分かんなくなってるから、ばあちゃん。そっか、そうかもしれない、もしかしたら。なんかズルしてんじゃない。いやいや、ズルしてないよ。ちょっとおかしい、確認してくる。確認した方がいいと思う。うん、ばあちゃんがおかしいのかもしれない。あつしちゃん呼んでらっしゃいって言うけど行かせない。行かせない。呼んでんだから行かないって。呼んでるからだってこれ3万。なんでばあちゃんお前だけ。お礼を言いたい、3万が3回。お礼はもういいよ。
お礼を言ってなかった。そういえば僕から言っとくからいいよ、ばあちゃんに会わせないもん。お礼を言わなきゃ。だって今日もう帰る時間じゃないか。ああそうだな、確かに。じゃあ最後にちょっとお邪魔しましたのご挨拶だけしてこなければ。すまなかった。じゃあ挨拶だけで。おそう、なんで俺だけさ。すげえ、もう帰るからって。これで、でかくなった。でかくなった。淳ちゃんへってなんでだ。でかくなった。おかしいよ。でかくなった。すげえ、お年玉がもうでかでかいでかい。どんな手使ったんだよ。怒んねえ、お金俺だってお手伝いしてるし、料理もね、あの、あちゃー、ね、夕飯作って、あ、あっち、帰るぞ。はい。ありがとうございました。あ、ありがとうございましたに対してまたくれるって